萌え。いない。石津だっけ？あれ、いないな。帰っちゃった家に。あ、帰っちゃったかもしんないな、これ。そうっすか。クルス君いないかな？クルス君もいないんだね。あー、一緒に訓練したかったな。クルス君、確かね、移動射撃とかいう便利な技を持ってるんで、一緒に訓練したいんですけどね。はあ、話聞いてくれた。っていうか、話してきた。大昔の話だ。私は父に聞いたことがある。我らはなぜ他と違うのですかと。我らはなぜ存在するのでしょうかと。急に流暢になったな。父は父が言っていた。人類という種族には、人類が危機に陥った時、種族本能として血栓存在を出すと。血栓存在。アリが栄養によって兵隊アリや働きアリに分化するように、ワニが水溶によってオスメスを分けるように。え、そうなんだ。へぇ。知らなかった。アリとワニのことは全然知らなかった、それ。すごいね。明日から披露しようかな。我ら人類も危機が迫るその時に、本当にもうどうしようもないその時に、人は自ら一代限りの血栓存在を生むと。英雄ってこと？ただの人間から現れて人間を守る。人類の守護者。人類の敵のことごとくを滅ぼす。人類の最強ヒーロー。宇宙の希望。平和を求める生きとし生ける者への答え。罪なき者の守護者にして闇を照らす光。そして真実。善なる者の同盟者。幻獣にとっての悪夢というわけですね。主義も主張もなく、別に特別な力を持つわけでもない。だが間違いなく最強、間違いなく人類の命運を決める存在。アムロ・レイとか、そんな感じだろうね、きっと。善も悪もなく、ただ人類の存在のために己の意志と意図を全て無視して戦う絶対存在。人類でただ数人、世界でただ数人、一代につき数人だけが主としての人類の総意として出現する決戦存在として。よくわかんないな。それがあまりにも強すぎるゆえに、人はその存在を説明するのに神秘的な力を使う。運命とか神とか死を告げる舞踏とかな。死を告げる舞踏って田代ちゃん言ってたよね。父は言った。理由があって結果がある。もしこの地にヒーローが出るとすれば、それは我らの近くだと。それだけが我らの存在理由だと。それは芝村ファミリーからではなく、他の存在ってこと？案外そなたかもしれんぞ、ヒーローは。性別も年齢も無視して出るそうだ。概念的なもんなのかな？よくわかんない。あれ、普通に話聞いてくれるようになったな。じゃあ、展開式増加装甲かな。発言力使って陳情してもいいんだけど、まあ金あるし、これをもう一個買おう。で、あとはアビオニクスあったよね。この辺のは特にいらないかな。オードレス用か。これは陳情しよう。予備弾倉もまだあるよね。多目的ミサイル倉もある。これだね。改良アビオニクス。あと買うものとしては特にないかな。森ちゃんにプレゼント。いや、いいか。このくらいにしときましょう。あ、ちょっと待ってください。稽古が飯に読んでます。はーい。失礼します。
すげえ坂上先生が見てくるな。舞ちゃんと俺が裏マーケットの入り口で合い引きしてるところをすげえ見てくんな。邪魔なんですけど。お邪魔しまーすって入ってきそう、そろそろ。はるかまで加わった。やべえな。裏マーケットの入り口で舞と不純異性交友に励んでいることを節子にチクられるかもしれない。明日の朝礼で節子にからかわれでもしたら、俺は滝川の腹に無言でパンチするかもしれない。いい、むしろいい。ののみちゃんはずっと今のままのののみちゃんでいてくれ。一緒に訓練だ。一緒に訓練をしよう。争奪戦知ったことか。下がったらあげればいいんだ。岩田くんがね、教えてくれないんだったら俺はその方法で乗り切るよ。お細かいなこれ。ののみちゃん入ってこないんだね。いいよ、入ってきて一緒にやろうよ。細かいね。一緒にはしてないけどな、外にいるけど。あ、話術来た。やったやった。これで提案力が上がりますね。素晴らしい。のみちゃん中入ってこないかな。あ、入ってきた。訓練中は入ってこないのにな。ねえねえ、なんだい幼女。ちょっとダメだよ日曜日は。いや、この受け入れられる。団長です。ごめんね、ののみちゃん。あの超引き裂くから、再来週だったらいいんだけど。うおー、ごめんよー。マイスイートメモリーエンジェルののみ。舞ちゃんは何かに迷っているのよ。舞ちゃんの話か。運命だって。我もまた運命の歯車として人類の決戦で存在を作るもので悲しいって。決戦存在の話、舞ちゃんがそれだってこと。それでね、運命なんて見たことないからないのよって言ったらね、そなたは地上のいかなる勇者より強いな、だって。褒められちゃった。みんなが不幸になる運命はね、目そんなものはね、あったらいけないのよ。その人がどうなるかはその人が決めるの。それが大事なのよ。世界の選択なの。大事マンブラザーズみたいなこと言ってる。まあまさにそうですよね。運命なんてクソくらいだ。運命じゃなくて、俺たち人間の存在で打ち勝とうよ、この戦争にね。うわー、すごい言ってくる。ごめんごめんごめん。行きてえのは山屋だ、なんだっすけど、ちょっと、やっぱダブルブッキングはね、ダメだよ。いや、ちょっと、ここにいると、すげえ誘われっから。わかった、おー、びっくりした。急に止まると争奪戦かと思っちゃうんだよな。巣は争奪戦かと思っちゃう。おー、いいね。友情評価上がりましたね。ブータがいる。あとどうしよっかな。おうおう、節子。ブータとも訓練するか。そうだね。せっかくだから、いる人たちみんなに声かけて訓練してみよう。あ、ブータからお話が。猫笛。猫笛か。
もらっていいの？これでいつでもブータを呼び出せるな。おお、大侵入状態になった。これね、ブータがいるとね、雰囲気を普通にしてくれるからすごく助かるんですよね。じゃあせっかくだから一緒に訓練しようか。多分気力の訓練になると思うけど、ああやっぱりそうだね、気力があると戦闘で戦いやすくなるから、コマンド使うのに消費しますからね。うん、いいね。お、これブータからの提案もしかして。あの人を協力して、いいね。何事か説明してるがニャーニャー言ってるようにしか聞こえない。それでよく提案内容理解できたな。なんとなくそんなこと言ってるような気がするって感じなのかな。だ。これ森ちゃんに舞ちゃんと協力してって言ったらどうなるかな。ダメか。今話聞いてくれなさそうですからね。にゃん。お、またほっぺた血ままれるかと思ったらなんか雰囲気違うぞ。チューできる。私は決めたぞ早見、私はそなたをそなたをかだやにする。なんすかその円矢みたいなの。かだやって何？かだやよりコロッケがいいな。かだやってコロッケの親戚なの？ちょよくわかんないんだけどな。なんすかかだやって、アイルランドの歌手ってわけじゃないよね。まあなんだ、保護者のようなものだ。はあ、もういい、この話は終わりだ。ちょっと教えてよ、かだやって何よ。黙れ、しつこいぞ。いいから、そんなかだやだ。はい、じゃあ今日からかだやよしひこと名乗ります。いいな、何だったんだろうなこのイベント。かだやについて聞きたいんだけどな。いいか、そなたは私のかだやだ。かだやらしくせよ。かだやについて説明プリーズ。かだやって何ですか。本当だよ、説明してくれよ。いいから変な方を見るな。いいな、これは絶対だぞ。特に女はいかん、女は魔性だから。なんで？わかった。君も。君もかい。やっぱり私もだ。いや、私の手ならいい。かわいいな、舞ちゃん。私の指は綺麗だと昔父も言っていた。それがいい。私の手だけ見ていろ。手フェチになるってことか。他は自信がないからダメだ。いやー、舞ちゃんは、鉄刀鉄尾、ついておりますよ、私。いいな、絶対だぞ。かだやってなんだろうね。恋人みたいなもの？だとしたらもうすでに恋人ですが。これ結局続くんかい。かだやになったのに、なんでほっぺた血まむんですか？ちょっと、かだやですよ。かだやだよ。おっす、俺かだや、よろしくな。ダメだな。かだやになっても、この状況は変わらないということか。かだやってなんだ。クルスは風の音を聞いているようだ。寂しげな目で何か見えないものを見ているようだ。見えないものを見落として、望遠鏡をまた担いで。目に見えるものだけが真実ではない。音に聞こえるものだけが真実ではない。真実は自分の思いや声でたやすく書き消される。重要なのは沈黙すること。そして見えたことをそのまま認識することだ。俺たちが知る真実は案外狭く、声を出すゆえに書き消されているかもしれん。そうは思わないか。おう。俺は
萌や野々宮、あの猫を見てるとそう思う時がある。野々宮ちゃんと萌ちゃん、あ、猫はブータか。あの三、その三人は、なんか特殊ってこと？特殊な声が聞こえるってことか。詩人だね。猫か。二本足だ。マジで？ブータ四足獣だと思ってたけど、二足歩行までできるんだ。シュールだな。クルス君って確か同調持ってるよね。お前は俺の友だ。お親友認定。そして友情とはただ行動のみで示される。お前の敵は俺の敵だ。いつでも呼べ。やだ、かっこいい。この TM 死せるとき生きるとき必ずお前のために俺の拳は振るわれるだろう。登園ですか。生まれたときは違えども死すときは同じ。登園の誓いですね。その誓いをすると死すときは別々になるんだけど、俺は非力で歌も歌えないが勇気はある。そして勇気が役に立つときは案外多いものだ。立ち向かう心があればどうにかなる。忘れるな、お前の困難はお前だけが立ち向かうものじゃない。クルスの兄貴、いや銀河の兄貴と呼んでも俺たちで立ち向かうものだ。今ちょっと女性関係で困難に直面してるんですけど、どうにかしてもらえないですか。俺が言うことじゃないがな、今のお前は強い。人が本当に強くなるのは弱点を含めた自分と他人の全部を信頼できる時だ。なんかクルス君からいきなり友達認定受けてるんだけど、これは俺が強くなったからってことかな。お前は強いな。俺はお前とは戦いたくない。喧嘩なんてしませんよ。せいぜいミブちゃんと校舎裏で蹴り合うくらいですよ。はっ。じゃあクルス君確か運動能力高かったはずだから、まあ、ちょっと いろいろ尋ねてみるか。運動を一緒にやろうっていう前にお話でもしましょうぞ。この身について聞きたいんだけど。ふん、そういうことはあまり考えたことない。こだわりがあるとすれば紅茶くらいだな。まあ、これは前に聞きましたね。あんまり高くないな。お、提案か。ダッシュ。お、いいね。ダッシュか。これ戦闘技能ですね。ダッシュは手動物の戦闘コマンド。走るより速い。アップダウンに弱いがな。走るとはまた違うってことか。あ、いっぱい教えてもらおう。戦闘で使える技をクルス君はいっぱい持ってるんで、話しかけていっぱいもらおう。何も言わんのかい。お、来たね。あ、来た。これですよ。移動射撃。移動後に攻撃できるっていうすげえ使えるやつ。移動射撃は移動射撃だ。戦闘時に手動モードで使え。この技能がね、確か一番戦闘で使えた気がするな。移動と攻撃を一つのコマンドでできるっていうね、地味に役に立つ技能ですよ。じゃあね、頼むで、サシズって、あの人と仲良くしてくれじゃなくて、あの人の何か手伝ってとかあったよね。尋ねる。違うな。注意する、私生活、誘う。あれ？なかったっけ？協力してくれみたいな。あ、これだ。仕事、訓練。この性能に力を入れてくる。なんか違うな。絶対違う。相談する。ないね。あれ、ないな。なかったか。まあいいや。じゃあ、一緒に訓練しよう。ああ。銀河兄貴は科目でかっこいいな。銀河兄貴って呼ぼう。最近運動あんまりやってなかったからね。あげとかないと。懸垂しました、銀河兄貴。
運動力37、いいっすね。単純に攻撃力につながるからな、これ。上半身ひねり。体操技みたいな上半身ひねりは横に走りながら射撃するときに使う手動モード専用だ。上半身をひねって、あ、なるほどね、射線を変えられるってことか。あー、いいね、移動しながら射線変えられるってのはいいですね。はい、クルスさんいなくなった。いや、じゃあ銀河兄貴いなくなった。ああ、いなくなったのか。タナベッチとちょっと話してくるか。若宮さん話しかける。ああ、訓練してる。若宮さんはね、体力なんですよね、どっちかっていうと。運動一緒にしたいけど、体力。あ、間違えた。ちょっと飛ばしちゃった。体力の方上がっちゃうんですよね、一緒に訓練すると。そうだね。S だもんね。ちょっと田辺ちゃんとこ行ってみるか。あんまり話したことなかったしね。こんな時間に訓練しないかい。どうだい、僕と。じゃあ、頑張ります。気力かな？気力っぽいな。ああ、やっぱり。どこから始めますか？いやらしい顔しよって、こんな夜中に。最大気力19。なんか、伸びが悪くなってきたな。これもしかして、最大値が高くなればなるほど、伸び幅が、緩くなるのかな？お、田辺ちゃんからも、提案かな？お金を返すか。借りなきゃ意味がないしな。借りたお金を返すときに使う提案です。やっぱりお金は返さないとダメだと思うんです。まあ、その前に借りない方がいいんだけどね。じゃあ、もっと話をして、提案を引き出そう。田辺ちゃんの好きな人とか。もうそろ、あ、間違えた。好み聞いちゃった。まあいいか。てるてる坊主だっけ？君の好きなのって。え、その、言うんですか？いいたまえ。花の鉢植えとか、麦わら帽子とか。あ、全然違った。見ていて心が和むものが好きなんです。ブータとか好きそうなる。ブータとか、ののみちゃんとか。おー、いいね。これ、おっ！来たよーい、これ来たよー。マジナイス、田辺っち。べっち、ナイスだよ。この点を使って怒らせてしまった点ごめんなさいって言えば、とりあえずバッチリオッケーです。バンジーオッケーね。やったやった、欲しかったやつ。じゃあついでに聞いとくか、好きな人。いやー、助かったよマジで。これで、舞ちゃんと森さんに謝れる。もう、争奪戦起きてもいいんじゃないかなって気がするよね。下がっても20ですもんね。発言力500は痛いけど。え、その言うんですか？あなたのこととても好き。突然の告白。いや、素敵な人だと。何言ってるんでしょうね、私は。罪な男。舞ちゃんの課題になったのに。他の女の課題にもなろうとしているというのか、俺は。課題って何なんだ。よし、じゃあ早速舞ちゃんに謝りに行こうじゃないですか。舞、いねえ。帰っちゃってますね。あ、話しかけてくる。あ、来ないか。じゃあ、せっかくだから、そうだね、今のステータスで、魅力が499。あー、じゃあ魅力上げとくか。残りの時間は魅力上げにしましょう。
よし、じゃあ今日は上がりますか。明日も早いしね。明日か明後日かが決戦なんだよね。じゃあみんなの仕事成果を見ますかね。指令はいいとして3万機。あ、全然やってない。まいちゃんも仕事してないな。任せてたのにな、ここ。あー、変わってないのか。パイロットの能力は上がらず。今日はまいちゃんダメだったのかな。おこだったもんね。整備士さんは、おいいね。めっちゃやってくれてんな。森ちゃん怒ってるはずなんだけどな。常に S をキープしている。いいと思います。頑張ってください。岩田くんとか、田辺ちゃんとかに、3番機の整備をやってって指示すればやってくれるんだよね。ただその場合1番、2番がおろそかになっちゃうけど。重装甲タイプにするんだよね、1号機は。変わってるか？まだ改装は終わってないのか？戦闘に間に合えばいいけどね。強いね。他と比べても強いね。回避能力が低いのは複雑型だからか。ちょっと重いんだもんね。まあ、この辺はパイロットで補いますよ。ちょっと待って、スカウトとかって。シコン号と装甲が低いのはまあ 生身っていうか人だからだけど、割と強いな。指揮者。指揮者はまあ指揮するだけだから戦わないよね。仕事成果、やってません。魅力がね、S まで上がりましたね。いいことだ。知力上げないとね、ちょっと、やばいかな。舞ちゃんが今回は仕事をしてくれなかったので、パイロットの成果は上がってないですね。はい、じゃあ終わります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。